うわぁ、これ同じ色っすか。そうです。うわぁ、天国やん、もう楽園越えて天国やん、もう。どうもこんにちは、イフノカルズトエもいます。お願いします。今日はね、ついについにあのスローさんにこちらお邪魔することになりまして。お、あの財布を愛用してるでおなじみの。もうめちゃめちゃ好きですから、ほんまに。もうこんなんだって革しかないですから。革しかない、確かに。レザークラフト系のね、ショップですかね。正直楽しかったけど、こっちもほんまに楽園ですから、ほんまに。レザーソムリエの本領発揮ということで、今日もやっぱ革靴で、革好き感出てますね。これは今日は何ですか？今日もこちら、パラブーツチャンボード。いいですね、ちょっと。上がってきたぜ。行きますか。行きますか。いやー、マジ楽しみやな。よし。こんにちは。じゃあ消毒してね。まずね、エチケットとして。じゃあちょっと今日はあのよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。須藤松本です。お願いします。お願いします。太郎です。なんやねんって感じだけど。ちょっと店内見させてもらっていいですか、早速。でも見る前にまず匂いがね。もう革のね、革のムンムンの匂いがね、もうレザレザしとるね。やっぱ革屋さんっていうか、たまらんよね、この匂いが。なるほど。行きますか、早速。はい。いやー、もうこれ栃木レザーで、はい、もうほんま代名詞みたいな感じですよね、スローさんの。いやー、これ手に取ってもいいですか。ぜひご覧ください。はい、いやー、あ、いいですね。わ、もうこのしなやかで、うわ、やっぱ高い財布ってこのね、開けた時のこのスムーズさっていうかね、ちょっとビチッとなる感じがないのがね、この一つの所作で革質とかが分かっちゃうっていうことね。いいっすね。あ、え、なんすかこれ、スローの、あ、ムック本。ほぼテイクイットアイビー。これ中にあのなんか歴史的な感じで書いてるんですかね。そうですね、スローの製造背景ですとか、あと商品の定番のバリエーションなどを掲載しているムック本となります。あ、これ一応ここで販売は。そうです、販売しております。ちょっと欲しい。あ、こケア用品で、はい、なるほど。この形っていうのはもうずっと定番で、元来は、はい、この字ジップっていうちょっとジップの手数がもう一つ多い形だったんです。なるほど。で、まあ、そこはちょっとトレンドの変化で L 字の開閉のジップに変更して。なるほど。こっちとまた違うんですね、これ。これはもうこちらがよりミニマムにシャープですね。そうです、もう小銭で見ていただくと分かりやすいんですけど、あのジップを配してます。うわあの、この薄みと。そうです、ですのでもうおっしゃる通りで。なるほど。いや、いいですね、ここに小銭入れて、シャレやな。で、これあれですか、サンプルですか、これ。あ、もうまさにサンプルです。いやー、やばいっすね、これ。うわ、エイジングしてますね。これスタッフさんの私物。そうです、もう完全に私物で。いやー、いいっすね、これ。これまあまあ使われてる感じですかね。そうです、およそ7、8年仕様で、まあ、色がキャメルから、はい、これ同じ色ですか。そうです。うわー、これで別にヌメってわけでもないですよね。そうですね、もう染色はしてますね。しててもこれ、いや、すごすぎでしょ。これ結構古いんじゃないですか。もう昔の旧ロゴですね。いいな。何この旧ロゴ。これ欲しいわ、もう。これ欲しいわ、ほんまに。あ、これはまた違うレザーですか。はい、先ほどご紹介いただいた栃木、はい、レザーに対して、はい、クーズーという動物なんですけど、エキゾチックレザー。クーズー、主にアフリカが生息地としている革で。これじゃあ感覚としては鹿革とかに使えるんですかね。そうです、アンテロープ、鹿革のような特性で、ただ強度が牛革並みにある、ちょっと変わったマニアックな革です。めちゃめちゃ面白いじゃないですか。そうです。あ、これですか。そうです。うっそー。これは欲しいな。これ面白いな。エイジングの仕方がもう全く違うので、もろ。これ特になんか手入れとかしてなくてみたいな感じですかね。あの、特段何か特殊なものはしておらずで、もうオイルアップのみでのメンテナンスです、ね。これおもろいな。クーズーですか。クーズー。クーズー。KUDU。もうまさに。KUDU。知ってんねんや。知ってる。すごい。
これ、なんですかこれ。ちょっと本年度のコレクションから始めております。あ、そうなんですね。そうですね。もう昔ですね。いいですね。っていうところで、今回、やっぱりこういう革をお作りをしてます。これクーズで。これがクーズではなく、バケッタレザーなんですけども、バケッタレザー。はい。イタリアな。そうです。ね、僕あんまり知らなくて、バケッタレザー。どんな特徴とかって。レザーがやっぱり軽量でなおかつ強度もあって、はい、で、まあ、今回うちでやっている革質が何種類かあるんですけど、あ、そうなんですね。まあ、こちらが表をオイルアップして、まあ、よりスウェードの中にもやっぱりこうまた違ったエイジングを見受けられる。これスウェードなんですか？そうなんです。ワックスドスウェード的な感じですか？そうですね。おお、ズームいいですか？いや、これかっこいいな。バッケッタって使っていたらめっちゃ光っていくみたいなイメージがあるんですけど、鈍い光沢はよりかなり見受けられますね。どんどんやっぱ毛は寝てきてみたいな。そうです。もう表面の起毛感がなくなっていく印象ですね。スウェードやったんやな。なるほど。こちらで、5万3900円税込み。なるほど、ね。それぐらいはね、しますよね。あ、ちょっとこのいい感じのバッグなんですけど、はい、あんまり見たことないんですけど、はい、これ新作というか新しいやつですか？そうです。お、そうなんですね。革質がカーフシリーズ。これ革なんや。あ、ほんまや。すごい面白い。今回国内の国産のカーフを使用してます。はい、あ、そうなんですか。珍しいですよね。そうですね、うん、やっぱり国産は絶対数が少ないのと、こちらがレッドクロスのもうミリタリーのまさにあの形でお作りをしている。ちょっと分かりました。レッドクロス分かりますよ。ちょっとすいませんね。いや、これおもろいですね。うわー、もうこんな感じですか？そうです。で、元ネタは赤十字軍なのでエプロンみたいな感じで使ってたんですけど、まあ、それをちょっとこんな感じです。そうです。で、もうストリングをこう、あー、くるっと、あ、そして2枚で、あ、ほんまや。これで、しかもこんな感じになる。そうです。へぇー、なるほど。なんか福太郎さんの最終形態、そんな感じの。もう行き着く先は。オールレザーみたいな。へぇー。この薄い感じいいですね。このね、薄さの中にも一応今回がちょっと表をサンドペーパーでこすって起毛感でちょっと表情を確かに。なんかこうモードっぽさみたいなのも感じるよね。こっちとかめっちゃあるね、それ。これいいな。ちょっといいな、これ。え、これはいいっすね。いいな、これ。え、なんぼや、なんぼや。もう、こんなん、Tシャツと軍パンで、ほんまや。一撃で決まるみたいなね。16,940円税込み。全然もう、え、どうしよう。これ、え、欲しいな、ちょっと。ちょっと考えます、これ。え、すごい。次、この財布ですけど、これ、ちょっとあるやつですかね。はい、ハービーシリーズです。ハービーシリーズ。出どころが、姫路レザーなんですけど。あ、姫路レザー。そうです。もうね、栃木レザーと、水をなす感じの。そうですね。山陽社の姫路の革を使用してまして。いいですか、じゃあこれ。はい。重厚感が、すごいなぁ。うわぁ。ここパチッと。そうです。うわぁ。何個入んのこれもう。いや、これすごいですね。え、これでも3万。いや、スローさんのええとこですね。5万ぐらいすんのかなっていうのでもね。もうちょっと安めみたいなね。これで3万台。いいですね。いや、これ、あ、ここ。何ですか？まさに以前お選びいただいたサドルプガップですね。いや、もうこれちょっとね、はい、あ、こちらです。これです、これです、ね、いや、これいや、いいな。持っててもいいな、もう。持ってても欲しなるな、これ。お祝い。お祝いしてます。これめっちゃかっこいいっすよね。やっぱスローさんで小刃めちゃめちゃ、はい、いいですよね。やっぱり職人が磨きを入れているので、これ以前聞いたら、これ製法とかもう社外費みたいな。そうなんですよ。言われて、あ、すごいね、これいいな。あ、ちっちゃくてもよかった。悩みに悩んでも僕はもうこれ買って、ありがとうございます。ちょっともうあるんですけど、あんまりね、やっぱカバンに入れっぱなしなんで、
なかなかね、まだまだ新しいんですけど、いや、でも綺麗にお使いいただきました、ね、こんな感じで、たまに隙あればこうやってるんですけど、ね、アライグマみたいなこうやってやってるんですけど、最終形はこれぐらい柔らかく、いや、そうなんですよ、最終形がある、これ、これよ、これ、あ、ちょっと待って、横から映してもらって、かなり、テロテロ、これ、もうね、パキパキ、今僕もこれなんですけど、これぐらいの硬さが、これがこうなるって、そりゃ慣れてまうで、これそう、俺これ見て、もうええなってなって、この贅沢な1枚、これ、いいですね、これで決めましたから、買うの、ほんまに。ちょっとね、気になるというか、ちょっと取り寄せてもらってるアイテムあるんで、お目当てがあるんですね。いいですか、ちょっと行きましょう。まあ、もうまだまだ見たいんですけどね。うわ、全部紹介してたら日暮れてまう。今回これをね、この入れ物ということは、じゃじゃん、ベルトでございます。いや、私も愛用させていただいております。そうなんですよ。いやね、東映さんの見てね、ちょっともうこれええなってなって、いいっすね、肉厚ですよ、これいいですね。これさっき紹介してもらった姫路レザーで、丈夫と歌われていた、いい、ね、ちょっともう早速いいですか、マイクの方で、じゃあね、この今やってるこのユニクロのベルト、ギャリソン風のね、ほんまにすごい使ってるんですけど、写真見えてるもん。意外と写真やったりするんですよ、あんまり綺麗くない。ちょっとね、タックインあんまりしない派やったんで、ベルトをね、あんまりしか持ってなかったんで、ね、そろそろ一本絵の欲しいなっていうことで、うん、今回ね、これ、あ、もういいな、もうシナジーが生まれてますよ。あ、やっぱ違うな、あ、違いますね、うん、あ、サイズぴったり、うわ、もう、うわ、いいですね、やばいな、違うな、やっぱレザーソムリエにはね、ベルトが王冠みたいなとこあるからね。そうなの、ね、バックルの感じがめっちゃいいっすよね。いや、ほんまにね、光りすぎず光らなさすぎずが、うん、落ち着いた大人の感じでめっちゃいいですね。特にデニムとかね、色を選ばへんというか、うん、いいっすね、これ買わせていただこうかな。じゃあやばいのないですか、これ。やばいっすよね。これあれですよね、ホービンシェルコードワンってここに入ってるんですけど、そうです、やばいよこれ。座右の銘にしたい。座右の銘、いや、これいいっすか、ちょっと、あ、ぜひお座りいただいていいですか、はい、これコードワン、はい、いや、これやばいなこれ、うわー、このコード版やけどお堅すぎないデザインというのがいいですね。いいっすね、これ元来のコード版特有のああいうお堅さだったりシャープな感じをちょっとこうあえて打破して、ちょっとやっぱり多くの人に使ってもらうためにアルバムにデザインは変えてます、ね、いや、デザイン優しいっすよね、この、いや、この俺これ好きやねんな、この1枚のな、これ贅沢、これよこれ、すごいよ。ジップのラウンドの感じとかも割とあまり他にこうないですね。確かに。うわ、中のこの感じいいですね。これこれ、あんま見たことない。イングラサットってちょっと革で、はいはいはい、特殊な革なんですけど。イングラサット。はい、表のコード版の艶感に対して、裏はちょっとこういった、最初はマットな質感で、はいはいはい、そこからかなり光沢も出てくるんですけど、あ、そうなんですね。対比が生まれるので、かなり面白いです。コード版、国産とか特にだと思うんですけど、はい、結構こう、パリッとして、ツヤっとしてるのが、そうですね。そういう印象なんですけど、これめちゃめちゃね、風合いというか、はい、これじゃあもう今、一押しみたいな感じですか、ね、今もうそうですね、スローで一番。うわー、これは押すなぁ。これは押しますね、正直。カラーもちょっと手染め処理をしてるので、やっぱり色のあえてムラ感を出して、はいはいはい、ネイビー、一応この青みに関しても、はい、それぞれ個体差がかなり激しくて、はい、あ、そうなんですね。そのあたりもやっぱりこうオンリーワンな印象っていうのを楽しんでます。これ一緒なんですか。全然やっぱり違うんですよね。うわ、
こちらも同じこれ、あ、いやネイビーよりこっちやっぱいいな。うわうわこれ、うわこれ皮膚の感じがすごいね。いいですか。え、これなんぼなんぼ。これ、こっちが35,200円。これやば。うわぁ、ここを貼り合わせてみたいな。貼り合わせです。で、コバ綺麗にみたいな。そうです。コバをやっぱり磨いて強度を上げて。いやーコード1で2枚、はい、2枚銀面で。なので贅沢やな。印象として表がコード1で、はい、内側がもう牛側ですね。あ、牛で。そうです。おぉ、ダブルリッチで。どっちも経年変化するって。そうです。ちょ、これが裏側のイングラサットの経年変化ゴール。うわ、めちゃめちゃ毛が寝て。そうです。え、うわおもろいな。これはもう愛しがいがね、愛し抜きがいが。いや、これ凄まじいでしょ。これぐらいの差が。だいぶでも結構中やからね、だいぶそこでも時間頑張らないとかかりそうです。面白っ。こっちは誰ですか。こちらもちょっと同じく二大巨頭で新たに展開始めているモデルでして、はい、見た目もすでに面白いですよね。ちょっと革質かなり独特。これ何の革ですか。クリスパニールっていう牛革なんですけど。牛で、はい、クリスパニール、はい、ブラシ加工っていうちょっと変わった脂肪の出し方をしている革質で、はい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 、で、まあ、主にメゾンブランドがやっぱりこう特有して使っていた。なるほどなるほど。なんか見たようなこと。H 社でやってる。なるほどね。うわ、これあのリアルのやつですよね。そうです。面白いな。革のマーメイドですね。どういうこと。いやー、あ、こっちも今ちょっと力入ってみたいな。あ、こっちは4万円で39,600円。あれぐらいって全然安い方よな。うん、面白いですね。こっちはもうちょっと加工というか、はい、作り方でちょっと凝ってるみたいな。そうですね。感じですかね。ちょっともう形自体も今までになかった形だったりです。あ、そうですね。僕今つけてるんですけど、このおネックケース、いいっすね。こういうものもあって、まあ、これもまさにあの、はいはいはい、メゾンのああいう放出するような感じなんですけど。あ、でもなんか小物の方がちょっと映えるというか。可愛いですね。これめちゃめちゃいいですね。スローさん、これ僕知ってるんですけど、2階にあの工房ありますよね。ございます。あの、以下その平日の営業時間中、はい、行かせてもらったんで、ああ普通に作業してて。そうなんですよ。ちょっと工房、今はあの、はい、あれですよね、開店前で誰も、ちょっと職人が今日は休みということで。あ、そうなんですね。じゃあちょっと工房だけ見せてもらっていいですか。熱すぎでしょ。行きましょう。あ、もう匂いが変わって工房っぽい匂いが。あ、もういきなりいいですか。これ、こんな贅沢な傘立てある。ここもすごいよ。欲しいわ、もう俺。なんか、作りたいわ、もの。これで。すごいっすね、これ。うーわ、これ。うわ、がっつりもう、工房。うわ、すごっ。あ、いいですか、これ、僕。うわー。いや、天国やん、もう。楽園越えて天国やん、こんな。うわー、これ中あんま入らない方がいいですよね。そうですね。うん、聖域ですから、先輩。はい、こんなね、素人帰ってダメですか。すごいなー。で、ここでね、いつも手作業というか。はい、それこそ、あの、お選びいただいております、はい、財布もここで作ってます。そうなんです、堀江で。そうです、堀江で。作ってもらってるってことで。そうです。いやじゃあちょっとベルトを買わせていただきます。はい、お、あの財布をバット。じゃあ、あのね、お願いします。はい、あの、スローさん、ポイントカードあって、はいはい、僕ね、これもう50までなんですけど、今46までであるんで、今日、ハマったりします、これ。しました。スロー満タンになりました。これ満タンで なんなんですか。ノベルティを。え、うわ、すごい。激アツやん。今回からピンズも使ってまして。おお、バンとか、ああいう感じの、はいはいはい、ミリタリーの、うわみたいな。かわいい。はい。カラーなんとかあるんですけど、まさに、あの、これとかと同じニュアンスのご用意が。これも、ちなみに上で職人が作ってる。いやー。めっちゃいいやん。どうしようかな。
どうしよう。福太郎のレザー水見識が行われています。レザー見識が、レザー見識、投影チョイス的には俺はもう速攻これかな。いやまあそうやな、確かにな。すみません、じゃあこれいいですか。もちろん、投影チョイス、はい、こちらで、はい。いやなんかすごい奇跡重なったね。いやここまでヘビーユーザーだったとはね。やっぱね、これがね、これで結構たまりましたから、こう4万するんで。まあレザーソムリエがね、この50ポイント貢いでしまうというぐらいいい店ってことです ね。 そうですね。ちょっとね、あの進んでもらったんですけど、もうつけて帰りたいんで、ちょっとぜひ。いいですか、もちろん。これを、はい、お預かりします。写真ベルト、写真ベルト、レッドウィングさんだから、ね、ユニクロ写真ベルト、ユニクロンダイクね、ユニクロンダイク。じゃあお先に、ありがとうございます。じゃあもうつけちゃいますね。やっぱ仮面ライダー好きでもある福太郎さんからするとね、このベルトの装着っていうのはね、ほんまに、まじどうです、変身ですから、もうよし、ちょっとやめてな、次からフレディ・マーキュリーばりのパツンパツンパツンの感じで来られたら。こんな感じでいいっすね、ちょっとズーム行かせてもらいます。いいっすね、運気バリバリやな。こんな感じでベルトを購入させていただきました。というわけで今回、もう店内隅々まで紹介してもらってありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます、はい。LINE の友達がね、はい、なんかあるんですよね。はい、はい、まあ、LINE 友達をちょっとあのこちらの方でも、はい、ご案内しておりまして、で近日またあの LINE 友達様限定にちょっとイベントをちょっと開催でして、はい、いいですね。おそらくあのなんか告知いただいている方、はい、あのメール見ていただいている方もあると思うので、そうですね。ぜひあの店頭までご覧いただければ。お、はい、というわけで、ぜひ皆さん次回店頭の方に足運んでみてください。はい。はい、スローさんは堀江以外にもお店舗が、はい、あります。全国でもございますし、関西圏でしたら、グランフロントリンクスターというちょっとあのまた違ったサイズ感の店舗と、うん、あとは同じく京都店、うん、京都もプロマチア改装しているので、お全くやっぱり違うので、いいですね、はんなりレザーで。はんなりレザーで。というわけで皆さん全国各店にありますので、見てみてください。お待ちしてます。今回この辺でありがとうございました、はい、ありがとうございました。太郎さんがお買い物したということで、はい、させていただきました。せっかく俺スローつけてきたあ、つけてきてる、すいませんね、未登場。スローコーデしてきたのに。スローコーデしてきた、せっかくね、はい、スローって聞いてスローつけてきて、いつものブーツ野郎をやめてね、ほんまや、スカーフ巻いて時計見せてスローに適合してきたのに未登場。